藤山雄二の不動産投資一発回答こんにちは藤山雄二です本日のご質問は「競売物件ってどういうものなんですか?」っていうまあこういうご質問です競売物件低当権を金融機関がつきますねあの一般の方々にお金を貸すときにまあそうしないと金融機関も何にも保証ない人に お金だけ貸して、とんずらされたらたまったものじゃありませんから、ああ、担保物件ってのも通るわけです。で、返済ができなかったら、抵当権を実行するっていうことで、競売にかけられるわけです。 競売をかけるときに金融は、養老金っていうのはね、だいたい40万ぐらいを収めるんですね、一物件あたり。で、そして裁判所に依頼、売却を依頼すると。まあ、これが、そうじて競売不動産なんです。で、そのね、競売にかかったときに、その後どういうふうに落差されていくかっていうことなんですが、まず、執行官と不動産鑑定士が、売却基準価格っていうのを、まあ、作り上げます。執行官が調べた、その競売不動産の個別の情報をもとに、 不動産鑑定士は、周囲の不動産価格を勘案し、売却基準価格を決めるわけです。だたいね、市場価格の40%から60%ぐらいです。売却基準価格っていうのは。で、買い受け可能価格っていうのは、売却基準価格の2割減の80%から入札ができますので、つまり市場価格の32%から48%からで、あの、まあ、入札ができるということですね。期間入札の期間っていうのはだいたい2週間です。2週間ぐらい。そして、 保証金を納めることによって競売に参加ができます。その保証金というのはいくらですかっていうと売却基準価格の 二割。これを先に収めて、私は本気なんですよ。本当ですか本気なんですよっていうことを示すために、現金を先に預けるわけです。で、そして、そのね、期間入札のオークション形式なんですが、それはクローズドオークション。二週間の間に誰でも入れてくださいと。で、閉めて解説の時に、その時に全ての入札を見て、一番高い人を落札,落札者として、えー、決定しましょうっていう、こういうシステムなんです。Yahoo! ーオークションのように、今現在の 最高価の値段が誰でも分かるようなオープンオークションではないんです。軽売不動産というのはククローーズドオークションだとそしてね、その期間入札の時に誰も入札する人がいなければ、翌日か、もしくは指定日の9時20分から特別売却という形で、買い受け可能価格で買えることになるわけですね。これが、軽売不動産のでですす本日は以上ですありがとうございました慌てず焦らず。 諦めずチャンネル登録頼むぜ